はい、今日は何をやりましょうかね。これはやばいですね。やばいですか？何がやばいですか？バベルの塔の絵を今見ていたんですが、うん、上の線の細かさにすごいやばいよ。すごい作品ですよ。ちょっと引いているんですけど、はい、ピーテル・ブリューゲル一世、はいはい、これもう一枚、うん、違うパターンがあるらしいんですけど、私はこちらしか知らない。こっちか知らない、まあ、これ日本に来たからね。もう一枚あるんだよ。こちらがオランダのロッテルダムのボイマンス・ファン・ベウニーヘン美術館っていうところにあるやつで、通称小バベルと呼ばれるやつ。小バベルがあるということは大バベルがあるということなんだよ。でこちらがその大バベル、これはウィーンの美術史美術館にある作品なんだけれどもね、うん、大バベルっていうぐらいで、こっちが 114×155 だから 1m14×1m55 で、これはちょうど縦横半分で面積にしたら4分の1ぐらいなんだよ。 60×74.5。 これ2017年に日本に来たんだけど、東京都美術館で、はい、その時見た？ポスターだけ見ました。ポスターだけが実物見てみんなちっちゃいって驚く。もう大きく見える作品なんでね、これ2枚ありますよ。これもうどちらももう大傑作と言っていい作品なんですけれども、今日はブリューゲルのバベルの塔のあれをしたいって言ってたからさ、はい、もうちょっとネットで見たらさ、面白いもん発見してさ。何ですか？なんかさ、令和4年度だから去年の調べる学習コンクールっていうので、はい、教育長賞を取ってた小学校6年生のこの自由研究が素晴らしいんだよ。バベルの塔ってなんだろうっていう、この小学校アスカさんって人なんだけど、ちょっと個人情報だあいつで隠しとくけど、はい、このアスカさんはだね、なんと小学校1年生の時に東京都美術館に来たこのバベルの塔を見たんだって、はい、でそれがきっかけに建築が大好きになっちゃったんだって。それで私がね、建築好きになるきっかけのね、このバベルの塔についてね、コンクールをきっかけに徹底的に調べてみたいと思いますって、素晴らしい、この研究を始めたんだけどさ、すごいんだよこれ。ものすごくちゃんとやってんだよ。ちゃんとほら2枚あることも知ってるよ、アスカさんは。これね、絵もうまいしね、もうバビロニアまで遡って、絵もうまいんだよ。すごいんだよこれ。でちょっとさ、これは俺たちもうかうかしてられないぞということで、こんなちょっと飛鳥さんを見習ってですね、我々もそもそもバベルの塔ってなんだよってとこから始めてみたいと思うんですけども、ウニタニはバベルの塔ってどういう認識？何これ？どういう話？旧約聖書のお話ですよね。で、人間の欲が果てしなくなって、すごく高い塔を建てようとして建築をしたのが、うん、バベルの塔っていう感じです、うんうんうん、それで？で、神様が怒って、うん、塔を破壊する、うん、してしまって、うん、でみんな死んでしまう。みんな死んでしまうの？みんな死んでしまうの？みたいな話。違いますかね。一般的にはそんな感じで、はい、人間が傲慢にも手に届くような高い塔を建てようとしたから神様が怒ってその塔を壊したみたいな。で壊して人間が喋れなくなるんじゃなかったでしたっけ？喋れなくなるの？島崎さん、当時までは、うん、世界中の人間が同じ言語で喋ってたんだけど、うん、その言葉をバラバラにさせられちゃったっていう。そうなんだよ、うんうん、いうことですよね。それで色のところに散らばったって話なんだけど、これさ、旧約聖書ではさ、創世記なんだけど、塔壊されてないんだよ。へー、そうなんですか。塔壊されてないんだよ。これ旧約の創世記の11章がバベルの塔なんだけど、はい、この世界中は同じ言葉を使って同じように話していたと。
で東の方から移動してきた人々は新安の地に平野を見つけそこに住み着いた。彼らはレンガを作りそれをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおうと。主は彼らをそこから全地に散らされたので彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからであると。この話のポイントは皆さんが後から思い出したように傲慢で罰せられたというよりは神様が人間の言葉をバラバラにしたっていうところがポイントなんですよ。実はバベルの塔のポイントは一つのところで力を合わせるとろくなことをしないからっていうことなんだけれどもね、言ったようにその結果言葉が通じなくなって町の建設をやめたから塔は壊されてなくて単に放置されてるんだよ。でこの話なんだろうっていうことなんだけどね。で創世記って、紀元前の6世紀ぐらい、いわゆるバビロン捕囚の時代に、書かれたと言われてるんだよ。バビロン捕囚っていうのはイスラエルがバビロニアのネブカドネザル2世に侵略されて、でバビロンに連れて行かれて奴隷にさせられてた時代、要するにイスラエルの歴史の中の苦難の時代と言われるんだけれども、その時代の前後に書かれたと言われてるんだよ。だから多分、バベルっていうのはバビロンのことだろうと。でその塔っていうのは当時メソポタミア系の、要するにシュメール系の人たちがよく建ててたジグラットっていう神殿があるわけだよ。これ再現なんだけど、でバビロンにもエテメンアンキっていうジグラットがあって、今も遺跡で跡しか残ってないんだけど、これが大体再現予想図なのね。こんなある種のピラミッド的な神殿、これを建ててたと、そのシュメールの国家伝統的にね。だからイスラエルの民から見れば異教の神を祀る神殿じゃん。だからこれがバベルの塔のイメージ源になったのではないかというふうにも言われてるんだよね。でさっき聖書に東の方から来た人々ってあったでしょ。だからそれはやっぱりバビロニアのことを言ってるんじゃないかと。イスラエルから見た東の方から来た人たちじゃない人々って。それから石の代わりにレンガ、漆喰の代わりにアスファルトっていう言葉があったでしょ。このレンガとアスファルトを使うっていうのはメソポタミアの工法なんだって。でユダヤイスラエルは石と漆喰なんだって。だそういうこともあって、これはだからバビロニアのことを言っとるんじゃないかと。で、そこでこう引っ掛けてこの混乱っていうのがね、バラルっていう言葉だから言葉を生み出したのがバベルになったっていう。この飛鳥さんはなんでバラルがバベルになるんだっつってそこからダジャレじゃないでしょうかっつって面白い。ちょっとそこ面白かった。同じようなダジャレで和やかな人が多いから名古屋になったというのがありますみたいな、かわいいちょっと面白かったんだけどこのジグラットね、これがバビロニアのジグラットがモデルになったんじゃないかと言われてるんだけれども、ここでさ、神様は何を起こったのかっていう話なんだよ。そうですね、だからその天まで届く塔を建てた傲慢を起こったとは聖書に書いてないんだよ。神様は主に何を起こってるんだっていう話で、でこの話の肝はさ、さっきも言ったように言葉を通じなくしたっていうことなんだよ。言葉を通じなくしたことと、それからその結果各地に散らばったっていうことなんだよね。
ね、これもう一回聖書を見ると塔を建てようっていう時に、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようって言ってるだろう、この民は。だからこの塔を建てた目的は町を発展させて、そこに集まってあちこちに散らばらされることのないようにしようと。で神様はそれはあかんって言って言葉を乱して全地に散らばらせたんだよ。だからこの旧約聖書の話を読むと、ここで言ってるのはそういうことなんだよ。そのみんなが集まる町を作ってあちこちに行かないようにしようとしたことに対して神様が怒って言葉を通じなくさせていろんなところに散らばらせたっていう。それ考えると一箇所に集まることが悪いっていう。そうなると何がそれの何がいけない、集中が罪とってなりますけど、でなるでしょ。でそこでなんだけど、このバベルの塔の話の前にあるのはノアの洪水なんだよ。ね、それこそ人類がふざけたことばっかりやっとるからっつって洪水で滅ぼしたわけじゃない。その時にノアの一族とまあ動物たちだけを助けて箱舟で助けたわけだよね。だからその後の世界にいるのはノアの子孫たちのわけだよな。一回洪水で全部ノア以外は全部やられてるから、助かったのは、助かったのはその後の人類はノアの子孫っていう話だけど、でその時に神様が洪水が終わった後に埋めよ増えよ地に見てよっていう有名な言葉を言うわけだよ。それで、まあ、その言葉に始まる、まあ、いろいろこういうことをしなさい、こういうことをしなさいっていう契約をノアと結ぶんだよ。でお前たちがこれを守ってる限り私は二度と洪水を起こさないって言うわけだよ。でこの一箇所に集中しようっていうのは地に見てよっていう神様の契約に違反しとるんじゃないかと。神様は人間を全地球に散らばらせようとしたのに、こいつら集まって暮らそうとしてると、それがいかんのじゃないかと。だから言葉を乱してあちこちに散らばらせるようにしたんだと。神様の意志は人間が全地に散らばることがあると、それに反抗して一箇所にこんなところに住もうとしたのがいかんのだという解釈が、一つの解釈、解釈があるわけですよ。ちなみに飛鳥さんもその解釈を取っとるよ。飛鳥さんはそうなんですね。集まって暮らして何がいかんのやって思うかもしれないけど、まあ、この聖書のあれを読んでくる限り、まあ、そういう解釈は成り立つんだよ。そうでなきゃこう散らされることをないようにしようとかって言ってさ、それに対して神様が怒って言葉を乱して全地に散らしたんだから、じゃあこの集まったことが悪いんじゃんっていう、そういう解釈が成り立つわけですよ。聖書だけ読んでると。だから塔を建てた傲慢とかどうこうっていうのはあんまし関係ないんだよ、聖書だけ読んでると。じゃあみんなが知ってるようなその天まで届く高い塔を建てて傲慢だみたいな話っていうのはどっから出てきたんだっていう話じゃん。これがねまたあれなんですよ、フラビウス・ヨセフスのユダヤ古代史っていう本なんですよ。これは紀元前1世紀それで95年ぐらいに書かれた本なんだけど、あれですよ、新約聖書には出てこないヘロディアの娘の名前がサロメだっていうのが書いてあるのはこの本なんですよ。サロメの名前の出典の本なんですよ。でまたお前かって感じなんですけども、このユダヤ古代史によるとバベルの塔の意味ずいぶん違ってて、まずこれを建てさせたのはノアのひ孫なんだよ。ノアのひ孫で強壮な体力を誇る鉄面皮のネブローです。鉄面皮って何でした？鉄面、津田の皮が厚い、俗にニムロデと呼ばれる人なのね。このニムロデ王とも呼ばれる人なんだけど、これがこの塔を建てさせたと。で建てた理由がね、なんせほらノアのひ孫だろ、はい、洪水が来ても溺れないように高い塔を建てたっていうことになってるんだよ。先祖のトラウマ、先祖のトラウマで。でだからアスファルトを使ったのも水に強いからだっていう
解釈なんで漆喰より。洪水が来てもね、届かない塔を作ってね、神に復讐するのだって言ってるわけ、ニムロデが。だから神様が怒ったと。だからこのユダヤ古代史の解釈は一箇所に集まったことが怒られてるんじゃないんだよ。やっぱ高い塔を建てて洪水に対抗、そうだ神様水届かねえぞって言おうとしたっていうことがで怒られてるんだよ。それでまあ巫女の予言の言葉を借りてね、だから神様はこの塔を風を吹きつけて倒したと。神様が塔を倒したっていうのはここで出てくるんだよ。聖書ではない、ね、聖書ではないんだよ。それでまあ言葉を乱して言葉を通じなくさせたのは、なんていうの、散らばらせるためというよりもこういう不尊な行いができなくするようにそうしたっていう。だから我々が現在知ってる通説っていうのは旧約聖書創世記よりもむしろこのユダヤ古代史に寄ってるわけだよ。そしてそれは我々だけじゃなくて、もうブリューゲルの時代にはそういう考えに、みんなあのバベルの塔といえばそういうもんとして考えていたということなんだよね。だからこの大バベルの方のここにいるのはニムロデなんだよ。ニムロデ王の一行がここにいるんだよ。だからバベルの塔の絵には普通は大概このニムロデ王の一行が描かれるんだよ。この人が建てさせたんだよ、ノアのひ孫さん、ノアのひ孫とこのユダヤ古代史では言われてる。で洪水になってもつからないんだよここは。ね、そういう話なんですよ。でそれは分かったんだけど、塔って別にみんな丸くねえじゃん。このジグラッツだって四角いじゃない。で四角い塔だっていっぱいあるじゃないですか。普通は四角い、もう割と四角、まあ、四角が建てやすいっすわね。だからやっぱ西洋絵画でも古くはね、バベルの塔って四角い塔が描かれてたんですよ。これこちら、これは古そう、古そうですね。これはね、1370年だね、ドイツで描かれた世界年代記っていうのに出てくる絵なんだけれども、はい、狭いだろ。どうやって、どこに階段あるんだろうみたいな。はしごでも一人登るのがやっとだろ、3人もここにいるんだよ。ちょっと窮屈ですね。大変だよこれ。で当時としてはこれ 1,2,3,4,5 階建てでも十分高いんだよ。でこれね、バベルの塔絵画って、まあ、バベル画と呼ぼうか、このバベル画ってこの時代からずっとなんだけど、そういう聖書の物語を書くっていうことと同時にその時々の建築技術を書く絵なんだよ。あ、なるほど、うん、だからね面白いんだよ。うん、その頃石どうやって釣り上げてたのかとか分かるんだよね。この頃はもう基本的にもう人力なんだよね。だからもうこの円谷甲羅で上げられる以上の石は上げられないってことだよね。でこっちでほら漆喰入れててみたいな、こっちで石切っててみたいな。だからこう四角い塔なんですよ、はい、神様見て怒ってるよ。神様怒ってる。これはバベル、ね、これバベルの塔の話ですよ。1370年ぐらいで、これよりちょっと後に描かれた絵で、今度はね1430年のフランスで描かれたベッドフォード公の自頭書っていうのがあるんだけれども、それに出てくるバベルの塔こんな感じですよ。やっぱり四角い自頭書、自頭書、自頭書っていわゆるアワーっていう、英語で言うとアワーとかアワーブックとかアワーズっていうやつで、あの1日のどういう時間にどういうお祈りをするかっていうのが入った、まあそのお祈りの文句が入った本なんだけど、こういう綺麗な挿絵で飾られ、要するに金持ちはものすごいこの綺麗な挿絵で飾った豪華な自頭書を持ってるもんなんだよ。へえ、お祈りの本なんですね。まあお祈りのための本なんだけど、もうほとんどアクセサリーというか財産としてのあのベリー校の糸も華麗な自頭書っていうのが、糸も華麗なっていうぐらいだから糸も華麗なやつとかあるんだよ。これはまあベッドフォード校の自頭書なんだけど、それに出てくるバベルの塔なんだけど、これねウィンチと滑車が導入されてるのよ。
6時ちょっとシンプル、ほらこれもう神様怒って天使たち使わせて崩しにかかってるから、ほら落ちてんだよ上の方、下の方全然そんなの知らないで一生懸命ウィンチで石上げてるんだけどね。このわずか60年ぐらいの間でこうちょっと多少技術がウィンチと滑車が導入されたとかってあるんだけど、あとポイントはこの螺旋階段なんだよね。なかったですね、うん、さっきは なかったでしょ、はい、それでブリューゲルのこれも一応螺旋なんだよ、うん、でバベルの塔といえば螺旋みたいなイメージ、うん、確かにあるでしょ、はい、だけどこれ見てわかるように必ずしも螺旋である必要はないんだよ塔は。そうですね、うん、じゃあいつどうしてバベルの塔は螺旋の塔として描かれるようになったかっていうと、これは結構いろんなところに出てくるんだけれども、イラクのねマルウィア・ミナレットっていうのがあるんだよ、はい、ミナレットってあのイスラムのモスクについてる塔のことね、はい、あのハギアソフィアなんかにこんな鉛筆みたいなのいっぱい立ってるだろ、あれいろんな形の塔があるんだよ、その中でこのマルウィア・モスクのミナレットっていうのはこれなんだよ。でしばしばこれがバベルの塔のモデルって言って解説されてるんだよ。ここがモスクなんだけどね、モスクの前にボーンと立ってるんだけど、でこれが螺旋型のバベルの塔の原型だって言われて、飛鳥さんもそう書いてるんだけど、これはねだけど実は怪しいよ。そうですか。うん、まあこれ9世紀ぐらいにはできてるんだけれども、これの情報がそのヨーロッパに伝わってるという確証ないんだよね。形とかそれがなぜ十字軍もここまで行ってないしね。イラクでしたね。バグダッドのちょっと北なんだよこれ、うん、これ五郎さん建築的にはさっきの13世紀の四角よりこっちの方が難しそうに見える。こっちの方が難しいだろ全然。こっちの方が古いんですよね。イスラムの方が技術全然上ですから。ああそういうことですか。全然全然比べ物にならないぐらい上ですから、この当時はだいぶ差がありました、ね、だいぶ差がありますよ。でもこれをヨーロッパの人たちが知ってたという確証ないんだよね。記録とかがない、ちゃんと伝わってたかっていうのは確証ないし、いや別にね螺旋で描くのにね、これ見ても分かるようにこう塔を登っていくっていうのを考えた時、あの塔の中の階段って大概螺旋になってるから、それがこう外に回ってくるっていうのはこれ普通自然な考えとして出てくるんじゃないのという気はするんですよ。でブリューゲルのこれに限って言えばね、この螺旋動向っていうことよりも螺旋自体はだからもう、こう普通にあると考えとして、じゃあなんで丸くなったのかっていう話なんだけど、それはこれじゃなくってこっちですよと。おーローマ、うん、ローマのコロッセオ、一応それは飛鳥さんもこれとこれからこうなりましたって書いてるんだけど、これこっちはいらないと思うね。却下ですか。いやこっちはだって証拠ないんだもん。これとこれでもこれになるもん。これをどうやって高くしていこうかなってなった時に、当然こう螺旋にしていくっていう発想は出てくると思うんですよ。これね、ピーテル・ブリューゲル一世は1551年から54年頃までイタリアにまあ修行に行ってたという、これはまあ大体確定なんで、ちょっと時期は前後あるけど、それでまあ当然ローマでこれ見てるんですよ。で帰ってきてからまたローマの風景っていうのがベルギー、オランダで人気だから、それは版画にして、版画がよく売れたんだよね。で、版画でも描いてるわけですよ。これブリューゲル、これあのヒエロニムス・コックっていう版元が出版社な、まあ言ってみればあるんだけど、ブリューゲルがあの若い頃よく仕事して、ここの版元であのボスの偽物とか描いてたんで、ブリューゲル。そうなんですね。うん、だからこのコロッセオ、ブリューゲルはよく知ってるんだよ。でこれなんか見るとこの建築方式はコロッセオと同じなんだよ。そうなんですか。うん、後でまた中見てみると分かるんだけどね。でこの時代の
ブリュゲルたち、ネデルラントの画家の多くはやっぱりローマに絵の修行に行ってるんだよ。で多くはやっぱこれを見て、あの帰ってきてこんなの描いたりしてるんだよ。ブリュゲルだけじゃないんだよ。でこういう形のバベルの塔が西洋絵画でいつ出てくるかっていうと、まさにこの時代なんだよ。ブリューゲルの時代なんだよ。でしかも圧倒的にブリューゲルがいたアントワープに集中してんの。もうほとんどアントワープの画家なんだよ。ネットでもあのバベルの塔、タワーオブバベルインペインティングとかなんかそんなんで検索してみ、出てくる絵の、あの作者ってほとんどが、まあ8割9割方が16世紀後半から17世紀前半にかけてのアントワープにいたことのある画家なんだよ。で彼らの多くはローマに行ってこれを見てるわけ。間違いなく影響が、影響がある、 あるのと、でそれがこの時代のアントワープで突如としてこのバベルの塔の絵がもう本当に短期間に爆発的にたくさん描かれてる秘密を解く鍵があるのではないかと思うのですよ。はい。で、この時代ってどういう時代でしたっけって話なんだよ。この1500年代後半。その頃のこのブリューゲルたちが生きたネーデルラント、今のオランダベルギーあたりはどこが支配してましたかっていう。ハプスブルク家。そう、まあ、スペインハプスブルク家がの一応領土だったわけだよ、うん、がでそこで宗教改革が起きちゃったわけだろ。で特にオランダとかはゴンゴンプロテスタントになっていったわけじゃん、はい、で1556年にスペインでは誰が即位しましたか。これ答えられないと恥ずかしい。恥ずかしいよお前。全然自信ないです。ウィタニーは馴染みのある人だよ。馴染みがある、馴染みのある人だよ。馴染みあるってフェリペさん。そうだよ。あ、本当ですか。そうだよ。何世だよ。2世。そう。あ、すごい。これはまぐれですフェリペ2世が即位して、はい、でネーデルラントけしからんが出るわけだよ。はあ。でちょっとあの新教徒たち、あの懲らしめにはいかんっていうのが出て、でパルマ公っていうのが送り込まれて、で1568年からいわゆる80年戦争っていうのが始まるわけだよ。俗にオランダ独立戦争とも言われてるんだけれども、はい、でまあ最終的にそのカトリック圏はベルギーとして残って、でプロテスタント圏がオランダになって分裂していくわけだけど、大変な、はい、あのことになってるわけだよ。激動の時代。激動の時代で中でも激戦地になったのがアントウェルペンなんだよ。アントワープなんだよ。あ、重要な港湾都市だから。でちょうどそのオランダ側の新教勢力とこのベルギー側のカトリック勢力とかこう接するぐらいの位置にあるじゃん。だからアントウェルペンってさ、アントウェルペンっていうのはそのオランダ語風の呼び方じゃん。あのあそこ行くとさ、あとフランス語でアンベルスって書いてある、両方あるよ。だから激戦地になった。で1585年にスペイン軍に陥落するんだよ。スペイン軍がアントワープを陥落させて、でプロテスタントだった画家の多くはその時に逃げてるの、国外に、うん、でそういう画家たちがまたこぞってこれを描いてるんだよ。何か意味があるんですか。これはもう俺の推測なんだけど、はい、これみんなローマでこれを見てるだろう、はい、でまあすごいなとは思うわけだよ。すごいなとは思うし、ローマってこんなとこだよみたいな、こんな版画も売れるわけだよ。だけどこの時代ネーデルラントから行った、で特にプロテスタントの画家たちから見ると、まあ、当時のローマは腐り切ってるわけだよ。あ、もうルネサンスのあれで、あの みんなお金ガンガン使ってって、ね、でももう腐敗しきったカトリックの総本山なわけだよ。でそこの象徴的な建物がこれなんだよ。でこれはさ、異教時代のローマの建物じゃん。だからなんかおごり高ぶって腐敗したローマの象徴でもあるわけだよ。そういう風に見えたんですね。全然見えたと思うんだよ。
だまさにこういうバベルの塔やなって的に見えたんだよ。でそのカトリックの総本山を背景にしたフェリペ2世がパルマ公を送り込んでゴンゴン来るわけじゃん。だからある種さ、このフェリペ2世とパルマ公がこうニムロデなんだよ。なるほど。それで、ね、奴らの総本山ローマの腐敗の象徴がこれなんだよ。そんな皮肉があったんですよ。あったんじゃないかと思うんだ。そうじゃなければ納得できないほど本当に大量のバベルの塔がこの時代のアントワープに集中して書かれてんの。だからブリュゲルだけじゃないんだよ。ブリュゲル実はこの2枚以外にもバベル書いたと言われてるんだけども、もうそんなところじゃなくみんな書いてんだよ。多分ね、一番たくさん書いたのがね、マルテンとルカスのね、ファルケンボルフ兄弟っていう、ファン・ファルケンボルフ一族っていうのはネーデルラントの画家の有名な一族なんだけど、それのマルテンとルカスっていう兄弟がいて、アントワープ陥落した後ドイツに逃げた人なんだけど、やたらたくさん書いてる、この兄弟で。特にお兄さんの方が書いてる。こっちは弟の方、弟のルカスが書いた、まあね、ここにムロデがいてって、これ螺旋がよく分かるように、こう螺旋の入り口がはっきり書いてみましたみたいな。へ、ね、お兄さんの方のマルテンの作品、ね、マルテンはね、いろんなバベルの塔を書いてんだよ。これよく見るとここ傾斜急すぎるだろう、急ですね。もうこれ柱のところほぼ直角に、垂直に急すぎるっていう。いやー、どうなってるの、うん、もうね、マルテンはね、どんどん急なのを書いてってね、ついにオーバーハングしてるんだよ、ほらこれ落ちるだろう、ここ、ね、オーバーハングになってるからね、もうこれ建築家さんが見たら、成立しないって言うんですね。マルテンはね、丸くなくてもいいよねっていう。おお、四角い、うん、こういうの周りだよねって言ってますよ。言ってますか。言ってます、うん。ね、この作品のね、もう一つのポイントはね、ここでレンガ焼いてんだよね。お一生懸命レンガ焼いてるのね。レンガ焼いてんだけどさ、漆喰なんだよね。こう白くなってることが分かるように。でこの後もね、全部漆喰なんだよ。でも聖書にアスファルトって書いてあることはみんな知ってるわけだよ。この頃各国語聖書も出てるから、はい、多分ネデラントの画家はアスファルト工法を見たことがないんだよ。でネデルハントの連中はイタリアの連中と違ってレンガはよく知ってるわけだよ。オランダの建物見たわけでレンガじゃん、みんな石ないから、あっちの低地でレンガには詳しいんだけど、アスファルトには詳しくないんだよ。だレンガで漆喰っていう彼らがよく知ってる工法で書いてるんだよね、みんなね。これファルケンボルフ兄弟ね、はい、あとね、次ぐらいに多いのがね、ヘンドリック・ファン・クレーフェ3世っていう画家なんだよ。これもあのクレーフェ一族。この頃のネデルランド画家って大体一族で代々画家だからね。職人的な、もう職人の、うん、家柄。これ面白いのは、ここにこうジグラット的な導入階段が設けられて、ジグラットを丸くしましたみたいな。ファン・クレーフェ3世で、ファン・クレーフェ3世はね、四角とか丸とかみんな言ってるけど、両方あったっていいじゃないか、下が四角で上が丸くてもいいじゃないか、なかなか皆さん進化もう創意工夫がみんな。クレーフェの絵はね、この四角と丸が組み合わせるのが多いので、あとね、手前のね、この道がね、大体このクロスしてこれで構図作ってるっていうのがクレーフェ一族の特徴ですけどね。こんな人もいますよっていうことですよね。他にもまあいっぱい、これはヨース・ド・モンペールっていう人の描いたバベルの塔なんだけど、これは塔いっぱい建ってんだよ。子供塔ってメインの塔に対して、手前の方にもういっぱい建っちゃってるよみたいな。すごい SF みたいな SF みたいな世界観ですね、うん、これがヨース・ド・モンペール。それからアベル・グリーマー、これちょっとブリュゲルたちよりは20年ぐらい後の世代なんだけども、アベルグリーマン、これはなんか螺旋が急だよ。
わかるか言ってる意味。螺旋が急。人間が歩いて登れる角度ってこんなもんだろうって。この角度はきついぞ。いろいろ矛盾の多い絵だよこれは。そうやって見るとね、ブリューゲルのこれがいかに正確かっていうのが際立つんだよね、建築学的にも。伊達にこの飛鳥さんがこれを見て建築好きになったわけじゃないんだよ。で、今までのとこ見て何かお気づきじゃないですか。かつてのこの素朴だった時代のこの2枚に比べてですね、この16世紀17世紀初頭のアントワープで描かれたバベルの塔には何かないものがないですか。ぶち壊してる天使たち。そうなんだよ、神様怒ってねえじゃんみたいな。これフェリペ2世のあれを批判してるんだったら神様に怒られてた方がいいんじゃないのと思うんだけど、不思議に神様に怒られてるのがないんだよ。で、おえーと思って俺一生懸命探したら一個だけあったんだよ、これハンスボルっていうやつの絵で。一応なんとなく雷が落ちてる。落ちてますね、うん、一応ちょっと落ちてるっぽいんだよ。壊れてもいないんだよ。そうなん、これが特徴なんですよね。で、まあ、こうやって見ていくとまだ繰り返しになるけれども、この16世紀後半から17世紀初頭のアントワープで鬼のように量産された一連のバベル画の中でも、やっぱりブリューゲルのバベルの塔っていうのはやっぱ群を抜いてね、レベルが高いんだよ。だから多くの画家はやっぱりこれを参考にしてるっていうぐらいよくできてんだよこれ。で、ちょっとどうすごいのかを見ていこうと思うんだけれども、ちょっと長くなったんでここで、あー残念ここでちょっと一息入れさせてくれ。